さしすせそ。つい1週間前にあった話。以前に地元で迷っていたところを道案内して知り合った英国人の友人。いわゆるオタクで、その話で盛り上がったのをきっかけに、日本に来るたびに家まで遊びに来るようになりました。相手も私も女ですよ。その英国人の友人がまた遊びに来たので、手料理をご馳走してあげました。とは言っても、野菜炒めと豆腐とわかめの味噌汁に自家製のきゅうりのぬか漬け。大した手間のかからない料理だというのに、友人はご馳走をありがとうと感激しながら夢中で食べていました。うますぎるよこれ、ぬか漬け。これだけでご飯10杯はいける。頼むからそんなには食わないでくれ、給料日前なんだ。しかし友人全く聞いていない。見事な箸使いで味噌汁を飲み干し、あー味噌汁うまい、もう一杯ちょうだい。まだ空気か、豆腐足さないと。でも味噌汁ってどうやって作るの？家で作るとこんなに美味しくできないよ。もしかして煮立たせちゃってるとか？香りが飛ぶよ。いやいや、普通にお鍋の水に味噌を溶かして中に具材を。よーし、理由がわかった。日本料理のさしすせそを教えてやる。食事をしながら料理の方法について話して、だからこの子の作る飯はまずいんだなと納得してしまいました。その後ぬか漬けを作りたいと主張するので、ぬか床を見せたら即座に逃げました。また夏休みになったら遊びに来るそうです。楽しみだなー。